我现在雨都公，但是日本现在台风好大哦，天哪！哇，我是来到哪里？天哪，今天怎么跟平常不一样？今は今はな江戸時代で。江戸時代じゃん、宝石時代、怎么办？すごいお腹が空いてるんですけども。お腹が空いた。お、飯を食いてるのか。はい、今なちょうどな夏の宴って言ってな、はい、特別な催し物が開催されててな、はい、そこにあるな、はい、浜戸屋ってところがあるんで。メールはどちら？あらあら、はい、あら、こんにちは。こんにちは、はい、ん？これは何でございましょうか。なんか大変変わった、はい、あ、これはカメラです。カメラ、はい、カメラというと、はい、ちょっと足には分かんないんですけど、はい、ちょっと怖いですね。魂を抜かれちまいそうで。何をするものなんでしょうか。あの、1枚撮ってみますか。え、撮れるんですか。はい、撮りますよ。はい、チーズ。はい、あ、あ、いきなり魂抜かれちゃった。ちょっと光ってるよ、これ。こんな感じで撮れます。ああ、ね、ありがとうございます。すごいね、すごいですね、仕掛けが。手厚いですので、お気をつけください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。お山居然到了江户时代。穿了这么久的时代，难怪我这么饿。是什么声音？发生什么事？天哪，这是江户时代，到处都有人在打打杀杀的，有忍者在打架。学会防身之术来保护自己。最近有人来教导使用兵器。好像暑假期间只买给我们可以换礼物的样子。右足的手指，对，我教了，我们这个对，有了他两次对对对。他说练习两次，正式五次。啊，怎么这个是错的呢？的拿法就是拿这边一脚，然后这样往上甩的感觉。我中三个，他说有这三个可以选。哈，我已经知道怎么使用暗器了。もしかするとムービーか。ムービーなるものですか。カメラではないのか。これは、これは何ですかい。おい、何か、わしに何かを向けておるぞ。え、危ないぞ、おかしな。危ないぞ、何か飛び出すんじゃないのか。え、飛ぶぞ、確保。え、確保。よし、何にしろ。え、よし。静止画の、静止画のモードにしなさい。どうすんの、これ。携帯電話でもいい。え、これだ。すいません。頑張りました。カメラに何を。止まる方も出しなさい、止まる方も。カメラ編にして、はい、出てきなさい、はい、仲間も出てきなさい、出てきなさい。こんなとこでスイーツ食べてる場合ではない。はい、手出して。何をしてるの。スイーツ。はい、向こう見て。はい、大家好、我是バセサちゃん。猜猜我在哪边。我在日光江户村日光江戸村。好像那个 time sleep 下みたい，好像那个时空跳跃的感觉。这边是完全重现江户时代的这个街景，还有人也是，然后他连讲话呢都是用当时的这个说话的言辞这样子。那我会想要一直一直很想来这边的原因，是因为我大概5年前在台湾做那个立木县
观光，立木县观光活动的主持的时候，就当时刚好有这个日光江户村的忍者们来做表演，然后我看到觉得真的非常非常的精彩，不知不觉隔了五年，我终于亲自来这边看看了。江户人めぐり，就是这个都是那个江户。就是重现江户时代的人们，然后有点像隐藏版人物一样，就是你可以边逛然后边找这些人物们。ちょっとお伺いしたいんですけども、こういう絵の人の顔って横顔ばっかりじゃないですか。正面がないのはどうしてなんですか。ですね、正面のものもあるんですけれども、はい、主流が横なんですけど、はい、これは大体歌舞伎の、はい、歌舞伎役者が見栄を切るのに、ありがとうございます。他说就是像武士来就是很地位崇高的人，他就是比较那个，堂堂正正正面的这个脸。但是他这边很多都是侧的，因为是日本不是有那个歌舞伎嘛，歌舞伎，因为180度有这个观众嘛，然后他们会为了让旁边的观众也看到，就是他都会这样子，就是动来动去，就是给他看侧脸这样子。那所以这边的话也是因为那个由来，就是都画侧脸比较多。我最喜欢的地方，因为忍者啊是有很多的暗器啊、道具啊、机关，这边有很多他们的秘密哦。因为这边实在是太小了，所以我用小相机这样子拍，因为真的很隐秘、很小的空间。你看这边，这个这么窄、这么窄，哇，这么窄，然后这么高，又还要打光嘞，哦，好黑哦。哦，小心小心。哇塞，这个是真会撞到头，哇！也是，还有箭头，哇，看得到地下哎。你好像忍者哦。过来过来，哇，忍者，谁的？啊！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 ちなみにこれは何ですか。これはね、カラクリメガネです。カラクリメガネ。メガネ屋でございますね。遠近飯。江戸でたった一人のこのカラクリメガネを売ってるものでございますよ。お兄さんもいかがですか。これ、江戸のメガネだ。ちゃんと見えないですよ。ちゃんと見えないですよ。これだからこれがあればいつでもどこでも富士山が見えるっていう。そういうメガネですからね。ガラスも何も入ってないですから。こうやれば、あ、ここにも、あ、ここにも、あ、こんなとこにも。すごいってね。ね。見てもいいですか。いいですよ。ありがとうございます。やっとお渡しできました。ありがとうございます。ありがとうございます。他说这个他做的眼镜，江户的眼镜，这个就是到处都可以看到富士山的眼镜。同じの持ってる。同じのだ。すみません、那还给他。好。すみません、ありがとうございます。どうもどうも。お写真撮っていただいてよろしいですか。あ、いいですよ、全然。すみません、那我。